い、こんにちは、原田農園です。今日は8月25日ですね、火曜日ですね。今日はちょっと会社を休んでですね、補助金の、申請したらですね、農業で安全管理というですね、講習を受けないと、補助金がもらえないということでですね、今日、補助金のですね、関係で安全管理、安全運行のですね、講習の方に行ってまいりました。朝一はですね、ドローン防除ですね、行ってまいりました。で、昼はちょっと石をですね、一生懸命拾ってたんですが、夕方ですね、今、ピーマンとですね、ナスの方にカメムシが結構すごいということでですね、ピーマンの方ですね、ちょっとカメムシの防除で、今日防除していきたいと思います。で、ナスの方はですね、ダニもちょっと結構ひどいので、ダニとですね、カメムシ両方ですね、混用できるということなんで、ちょっと後でですね、薬剤紹介していくんですが、そちら2点ですね、ちょっと防除の方していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、カメムシの防除ですが、今からやるのはですね、こちらスタークル下流水和剤ですね。こちらを、下の方を見てみると、ピーマン、ナス、コナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類、カメムシ類ということで、一番下にカメムシの、適用ありますので、2000倍で、100リッターから300リッター、前日の収穫まで、前日散布で、翌日からですね、24時間経った翌日から収穫できるという感じですね。で、使用回数2回ということで、まだですね、1回も使っておりませんので、ピーマンの方ですね、まず1回目のですね、カメムシの、防除でスタークル下流水和剤を今から、こちら300リッターのタンクに、溶いておりますので、サンプル方をしていきたいと思います。はい、こちらですね、ピーマンの、補助はこのような感じですね。今小さいものもまだたくさんついております。で、よーく見てみるとですね、こちらですね、見えますかね、この白い、これカメムシですね。カメムシがいっぱいついております。で、カメムシがですね、どうしても、ピーマンの、実をですね、チューチュー吸ってくれてますんで、穴が開いている実がちょっと見受けられますね。はい、こんな感じで今カメムシは確認していただいたと思いますので、カメムシのね、防除の方をしていきたいと思います。花もたくさんまだ咲いているようですね。はい、ということで、まだまだ取れますんで、しっかりですね、防除してカメムシを撃退していきたいと思います。どうしても実に穴が開くとですね、カメムシの吸った後ですね、実に穴が開きますと、ちょっと栄品にはならなくてですね、出荷できなくなってしまいますので、こちらですね、しっかり防除していきたいと思います。それではやっていきます。
続きましてですね、夏圃場にやってまいりました。夏圃場はですね、ダニと、カメムシなんで、さっき紹介したですね、スタークルですね、これが2点倍、あとですね、ダニに効く、こちらですね、カネマイト、こちらがですね、1000倍ということでですね、散布の方していきたいと思います。あと、まあさっき言うの忘れてたんですけど、ブレーキスルーの粘着剤も入れておりますということでですね、今から、鉄砲ですね、さっきはあの静電ノズルでやったんですけど、ちょっと静電ノズルでやるのもめんどくさいんで、ちょっと鉄砲でも、簡単に済ませていきたいと思います。それではやっていきます。今回ですね、新しく、導入しました畝またぎの運搬車ですね。これで白ネギも収穫は一輪車押さなくてよくなったので楽になります。で、いっぺんにですね、今日は一束しか取ることはないんですけど、いっぺんに5束ぐらいは積んで走れますので、すごくですね、一遍で収穫が終わりますので効率がいいです。で、こちら、畝間が変わったりですね、あとは、高さも変えれますので、高さがですねマックス1メーター、低くすれば65の高さまでいきますので、今から白菜とかブロッコリーですね、収穫が始まると、こちらの畝またぎの運搬車がすごく活躍する予定です。型番は NC16A ですね。こちらネットでちょっと検索の方をしてみてください。で、ちなみにうちはあの畝間が1メーターで、設定してるんですが、1メーターをまたぐのがギリギリですね。これ以上小さくしないとちょっと、ネギの補助はまたげそうにありません。はい、こんな感じで畝またぎの運搬車を購入しました。一応セル付きですね、キーが付いてセルが回せるセル付きのタイプになっております。はい、今日もですね、玉ねぎの、ベッドのですね、太陽光熱処理のですね、
透明マルチをかけていきたいと思います。一応ですね、昨日あの質問があったんで、ちょっと紹介しておきますが、両サイドですね、コメリの、微量要素入りのですね肥料を、落としながらやっております。で、真ん中のですね薬剤散布機をつけているんですが、ちょっとあちらはですね今度大根で、フォース流剤を、散布するためにつけていますので、薬剤は入っているんですが、今ですね散布の方はしておりませんので、肥料だけの、散布となっております。はい、ということでやっていきます。
はい、今ですね、全部の、マルチ掛けが終わりました。一番端のね末端もですね、ちゃんとかぶせて処理しておきました。 1,2,3,4,5,6,7、8畝ですね、今日、昨日5畝できたんで、今日3畝ですねプラスで、マルチをかけておきました。高峰さんからですね、あの畝間は除草剤しっかり散布しとかないと草が大変なことになりますよということで、まあ、あとですねいつも皆さん見てもらったら分かる通り、ちょっと作業が追いついてなくて、圃場の周りがちょっと草だらけなんですね。この草からもですね種が飛んできて、せっかくですね太陽光熱処理したのにですね、また種が飛んできて、発芽するということになりますので、ちょっと早めにですね、両脇両サイドのですね、まあ、ハッシュするまでに草刈りをしてですね、で、畝間は、一回平らにして除草剤散布、剥がしてすぐの時にですね、除草剤散布していきたいと思います。はい、今日の作業は、以上で終わりです。お疲れ様でした。